沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、5月18日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市救難にございます。79.7MHz FM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りします。MC は私、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして、2週目も引き続きこの方です。はい、FM 宜野湾のまなみーです。よろしくお願いしよろましす。くお願いします。はい、ということで、じゃあ2週目も引き続きまなみーさんとお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。メールアドレスは797@fmginowan.com まで、件名に沖縄大好きと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。アットマーク大好きラブ797フォローをお待ちしています。そして、ハッシュタグは、大好き叫べとつぶやいてコメント参加よろしくお願いします。ということで、2週目もまなみんさんとお送りしていきますが、先週の放送でたくさんメッセージいただいてたので、今回ですね、読み切れなかったメッセージをですね、今週こちらでご紹介していきたいなと思いますので、皆さん、ぜひメール読まれたら、やったーって、喜んでいただけたらと思います。溢れてますね、テーブルの上もうやばいっすよ、今、結構。先週もちょっとお話ししたんですが、サクサクさんからお手紙いただいてまして、あまりにもちょっと長文で 多分30分じゃ熱い思い収が。まりきらないので、ちょっと下手したらちょっと放送内で読み切れないので、すみませんが、先に謝っときます。すみません。さあ、ということで、CM 挟みまして、皆様からいただいているメッセージとツイキャスの方をご紹介していきたいと思います。はい。はい。まなみんさん、ちょっと使ってほしい曲忘れたんですけど、この葉月恋ってキャラクターで、迷宮参加。迷宮参加、OK です。調べておきますね。はい、ツイキャスの皆さんありがとうございます。ちょっと前のコメント見ますね。ひいふみんさんだ、2週目のコメントしようだ、テーマ何？テーマは基本ないので、そう、大好きを叫ぶなので、皆さんの好きな漫画だったり、アニメだったり、さっきみたいにそのアーティストとか、もうどんジャンルでお送りしているのをぜひ教えていただけたらと思います。それから名古屋のダンサーズさんもありがとうございます。武蔵さんも引き続きありがとうございます。おっかしランドさんもすごい。ありがとうございます。かっちゃんさん、ヤンポーさんもありがとうございます。放送内でちょっとコメントご紹介しますね。はい、じゃあ、あと12秒で CM を開けます。はい、はい、改めまして、沖縄大好きです。それでは、皆様から届いているツイキャスのコメントとメッセージをご紹介していきますが、まずは名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。ありがとうございます。すごいコメント ありがたいで、ですね。先ほど1週目にコメントしていただいたひいふみさんからもコメント来てました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとカープボーイさんもありがとうございます。そして武蔵さんも引き続き、ありがとうございます。お菓子ランドさん、ギノワンダフォーお菓子ランドです。今日も元気に放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。さすが。さすが、お菓子ランドさん、ありがとうございます。そして、かっちゃんさん、沖縄大好き様なみ、こんばんちょいということで、こんばんちょい。はい、そして、ヤンポンさん、ヤッホー、またまた参上ということで、ありがとうございます。さあ、ということで、思っていた以上にメッセージが先週たくさん来てたので、引き続き、読めなかったメッセージ、こちらで紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ、まず、もうこの方が行きましょう。兵庫県在住、可愛い女の子好き、リュードルの春パンにガチ恋といえば、ラジオネーム、かっちゃんやでー。ありがとうございます。かっちゃんさん来ましたよ、皆さん。大好きが溢れてますね。溢れてますね、ちょっと本当に。沖縄大好きさん、まなみんさん、リスナーの皆さん、こんばんちょい。初メールしましたわ。テーマ、
大好きなもの、じゃあ大好きな人で、かっちゃんはね、大好きな人といえばリュードルの春パンに決まってるやん。リュードルメンバーみんな可愛いで、マリも可愛いで。持ってきてましたね。大丈夫これ、マリちゃんも聞いてる可能性あるんですけど大丈夫かな。去年の大阪の心斎橋に初めてリュードルのライブに行った時のこと。ライブ終了後、物販の時ツーショットチェキを取るのに春パンが空いてたから、まず春パンとツーショットチェキ取ったんですわ。ほうほう。どうやって取ろうと迷ってた時に春パンがハートマークして取った時、春パン背が低くて黒髪ロングでめっちゃ似合ってるし、めっちゃ可愛いやん。そこからかっちゃんははるかに一目惚れやねん、ガチ大好きやねん、あ、春パン聞いてたらどうしよう、マジドッキドキやわ、以上やで。ありがとうございます。はい、あのかっちゃんさん、先にこれだけお伝えします、多分春パン聞いてますこの番組。あらって感じですね。もうバレてます多分、あの本人も聞きたいって言ってるのは多分聞いてます。ということで今ちょっと春パンの名前出てきますね、ご紹介しますね。毎週水曜日の深夜0時半から1時間収録放送でお送りしています琉球アイドルの春パンの番組、夜更かし春香のウェンズデーナイトをお送りしております。こちらミキサーに山内さんも入られまして、1時間テーマに沿って皆さんと楽しくトークをしております。うん、そして毎週月曜日の夜9時からですね、こちらちょっと、スポンサーさん限定ですがツイキャス配信も行っておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。そしてですね、もう一人この方もご紹介します。毎週月曜から金曜の朝8時に放送中のマイオアシス、水曜日はマナミンさんが FM 技能で担当しておりますが、金曜日は琉球アイドルのマリちゃんが担当しております。ぜひ皆さんそちらの番組の方もですね、メッセージコメントよろしくお願いします。いや、ありがとうございます、はい、マイオアシスのことまで。いやいや、もうここまでも名前出てきたらもうちゃんと、ね、ご紹介しなきゃいけないので、もう、はい、僕もリスナーなので一応本当にすごい、でも嬉しいですね。こうやってなんかもう皆さんの番組を次々と紹介してくれる。最近ツイキャスでもめちゃくちゃコメントしまくって、あのツイッターと連携してるので、はい、もうそこであのハッシュタグもつけてもう番組告知しまくってます、はい、自分以外も。ありがとうございます。そしてもう一人ご紹介します。この方はですね、なんと FM 技能のパーソナリティの方ですね。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、初回放送おめでとうございます。私は同じく FM 技能案で第1、第3、第5水曜日の11時放送中の、あ、水曜日のブランチという番組をやらせていただいているさとみです。かっこさとぽんさん、ありがとうございます。存じ上げてます。どうぞよろしくお願いいたします。放送前から沖縄大好きさん番宣もしっかりされていたので期待も日に日に高まっていました。ありがとうございます。そして先ほど初回放送拝聴いたしました。お、ありがとうございます。なんだろう、一言で言うととてもいい番組ですね。ありがとうございます。ありきたりな感想です、すみません。いや、もうそんなことないです、ありがとうございます。いや、でも本当沖縄大好きさんのあったかい雰囲気と好きなものは好きっていう熱量がしっかり伝わってきて、とってもほっこりしました。あかりんちゃんとの掛け合いもテンポ良くて楽しいです、うん。初回なので多少なりとも沖縄大好きさんも緊張されていたと思いますが、それをうまーくほぐしてくれているあかりんちゃん、ただものではないです。本当にそうですもん。さて、私の大好きなものはバタフライピーです。もう好きっていうか、気がつけば毎日バタフライピーチティーを飲んでいます。ああ、はいはい。多分聞いたことありますね。うん、後でちょっとまた調べてみましょう。我が家のこじんまりとした、お庭に毎年暑い時期になると、バタフライピーが青々と咲いています。多い時で1日で100花ぐらい取れてます。100? すごい。すごいこれは。ほこりや小さな虫がたくさんついているので何度か水洗いした後、1リットルのポットに入れてお湯を注ぎ、ある程度の濃さが出てきた花を取り出します。そして、これ粗熱かな、粗熱を取って冷蔵庫で冷やして飲んでいます。これが日課となっています。メニーとされているアントシアニンが豊富に含まれているそうなので、ありがたくごくごく飲んでいます。同じようによそ様のお宅でも咲き乱れているバタフライピーを見るとお宝にしか見えません。もうそうですよね、ここまで、うん、あの貴重だって思ったらもうお宝に見えますよね。キラキラした内容ではないですが、これが今のところ私の大好きなもの。いや、もう全然キラキラしてますよ、もうこの話だけでも、うん、もう大好きが伝わりました。伝わりますね、本当にありがとうございます。それでは
第2回の放送も楽しみにしております。あ、これ第2回目で送ってくださったんです。じゃあ今日第3回目なので、第3回目の放送も楽しみにしております。何かとモヤモヤすることが多い世の中ですが、大好きを遠慮なく叫んで、少しでも心がパーッと明るくなるひとときを共にシェアしていきましょう。ということで、さとこんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。楽しみにしてくださってたんですね。僕の番宣も聞いて。うん、ありがとうございます。でもそういう方やっぱ結構いらっしゃるんじゃないですか？そう。告知してたじゃないですか？そうですね。打ち合わせしたその日に、うん、あかりんさんと収録したんですけど、うん、その打ち合わせして収録した後にツイッターも再開させたんです。僕、うん、しばらくもちょっとお休みっていうかもやってなかったんですけど、うん、アカウントを作り直して、でまた番組用も作って、そこでバンバン告知してたので、他のラジオ局でもちょっとバンバン告知した。皆さん温かいコメントを送ってくれる方が多くて本当に嬉しいです。もうありがとうございます。ぜひ皆さん僕の番組これを聞いて元気になってくれればなって思います。さて、じゃあもう一人ですね、リスナーさんからメッセージ届いているのをご紹介しましょう。ラジオネームムサシさんです。ありがとうございます。沖縄大好きさん、ミキさんのマナミさん、こんにちは。しょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。初メールのシャウトネームムサシ、シャウトネームって、シャウトネーム、あ、叫べだから、そういうことか。すごい新しいシャウトネームっていいですね。よく考えましたね。またありがとうございます。沖縄大好きさん、新番組おめでとうございます。本日のテーマ、フリー。まあ、フリーにしときましょう。僕の好きな場所はレッドカーペットですね。あ、そう、武蔵さん来てたんですよ。レッドカーペットに。お祭り感もあって、華やかで、きらびやかで、間近で、著名人を見れるので、テンション上がります。第1回から、最後の第16回まで開催されましたが、16回中14回14回拝見できて、すごいな。写真撮影したり、直筆サインをもらったりしました。すごい。仮面ライダーウィザード役の白石さん、仮面ライダーマッハ役で藤田ニコルさんの旦那さんの稲葉優さん、ダーリオこと内田リオさん、松田るかさんの直筆サインもらったりしたし、楽しい思い出がいっぱい詰まっています。皆さんの好きな場所はどこですか？教えてください。お願いします。まずちょっと写真見ましょうか。はい、いや、すごい。そう、武蔵さんも来るってお話は聞いてたので、今ちょっと写真届いてるんですけど、はい、いや、すごい、もう皆さん知ってる方ばっかりですよ、本当に。最後の一枚、ガレッジ製のゴリさんとか、うん、先ほど出てきた稲葉優さんも写真載ってますね。はい、こちらですね。はい、こちらです。すごい。すごいです。今出てきた俳優さんたちも、僕も知ってて、はい、うん、それこそさっき言った仮面ライダーウィザードの白石さんだったり、はい、仮面ライダードライブっていう作品ですね、うん、こちら竹内涼真さん主演の特撮なんですが、その、追加ライダーですね、仮面ライダーマッハ役のシジマゴー役、こちらが稲葉優さん、この稲葉優さんが藤田ニコルさんの今旦那さんなんですね。もうとても話題になってましたね。でこれをファンの間ではマッハコンって呼ばれてるんです。仮面ライダーマッハにちなんで。あ、そうなんですね。はい、そこから来てますね。それから、まあ、そのダーリオこと内田リオさんも仮面ライダードライブで、稲葉優さんが演じているこのゴーの、まあ、お姉ちゃん役で、はい、出演されてまして、この後にですね、この仮面ライダードライブの中では、うん、竹内さん演じる泊慎之介と婚約されるっていうね、はい、お話もあるので、こちら皆さん仮面ライダードライブぜひ第1話から見ていただけたらと思います。そして松田るかさん、いいな、るかちゃん。僕も一度だけなんですけど、うん、QAB さんでお会いしたことありまして、はい、それこそ学生応援バラエティ番組のデコテレ、あ、私もデコテレ見てました。あ、見てました、うん、ちょうど僕高校生だったんですけど、リップサービスのお二人ともその時に初めてお会いしまして、うん、でそこからちょっとリップのお二人ともラジオでちょっとつながりまして、うん、ライブの時もラジオの時も時々ご挨拶させていただいたんですね。舞台の告知の時には本当に助かりまして、その説はもうありがとうございました。本当に本人たち聞いてるか分からないんですが、気持ちだけでもちょっとお伝えしたいと思います。大好きが伝わるといいですね。はい、松田るかちゃん、僕もレッドカーペット見たんですけど、めっちゃ可愛かったですよ、本当に。めっちゃ可愛かった。綺麗になってましたね、本当に。仮面ライダーエグゼイドにその出た時も、うん、看護師の役だったんですけど、すごく可愛くて、めちゃめちゃ可愛くて、そのもう言葉にならないぐらい本当にもう綺麗になってましたね。もう、はい、今ちょうど CM にもですね、うん、
ある保険会社の CM にエグゼイドで支援を務めた飯島弘樹さんとも実は共演されているので、皆さんぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。はい、ということで、じゃあ今お時間は大丈夫ですか？残り10分くらいですね。残り10分ということで、じゃあ、はい、そうですね、さっきのじゃあレッドカーペットだけちょっとお話しすると、はい、あの初回放送でも言ったんですけど、僕もレッドカーペットにあの見に行きまして、あの声優のあのアグポンこと大西アグリちゃんにもですね生で見ることができまして、とても可愛かったです本当に。それをですね初回放送であまりにも熱意が、うん、あのやばくてですね、はい、もう自分でもちょっと初回放送聞いたんですけど、まあやばいなと思いながらめっちゃ叫んでるなと思いながら自分で聞いてました本当に。大好きよ、そうなりますよね。そうなりますね、本当に。ありがとうございます、うん、そしてですねツイキャスちょっと拾っていきますね。あ、沖縄 T シャツパパイヤさん来てます。今日も元気に、こんにちは、ビッグハートでステーキ食べてきた。そうだ、沖縄に来てるんですよね今ね。あ、そう帰ってきてるんですよね今ね。あ、お帰りなさい。そして昨日もチョッピンでステーキ食べてきた、にーくーってことは、コハルンたちのところに、ダイゴさんのところに行ってきたんです ね。そして、ヒーフーミーさんからも、テーマフリー、僕の好きな場所は FM ギノワンです。おぉ、さすがマスター。何年も前から Facebook で、あなたが楽しい場所はここですって人から、言ってから、人が挙げて FM ギノワンの、笑顔で写ってる写真が何枚か出てきたよや。Facebook 当たり。そして、そんな機能あるんですね。ありますね。僕も実際出てきました。あの、他の場所でも。あるライブハウスの場所とかも出てました。それから、武蔵さん、松田るかちゃん直筆サインしてくれました。いつか見せますね。ぜひ見せてください。さあ、ということで、ちょっとひーふーみーさんも番組ご紹介しますね。はい、毎週木曜日の夜9時から2時間番組、ひーふーみーずバー。こちらはですね、まさにバーのような、雰囲気を持っているラジオ番組でございまして、毎週ゲストさんをお呼びして、テーマに沿ってトークをしたり、バッカスのこぼれ話ということで、誕生月のお酒などをご紹介するラジオ番組となっております。MC はもう、もちろんこの方、ひーふーみーさん。この方もですね、同じラジオのリスナーさんでございまして、あの、なかなか、神がかっているトークが、あの、楽しいので、皆さんぜひ、生放送の方もですね、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。そして、ランサーズさんも、あの出てきましたので、こちらご紹介します。はい、毎週火曜日夜22時から、ダンサーズスタジオですね、こちら FM ギノワンで放送中のキユ名古屋、以前ご紹介したみそ煮込みスキーさんと MC を務めている名古屋のダンサーズさん、そしてもう一人スビリ王子マスクマンさん、3人でお送りしております。皆さんぜひそちらの番組もポッドキャストも配信していますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあコーナーの方に一旦行ってもよろしいでしょうか？はい、はい、それではこちらのコーナーに行きたいと思います。沖縄大好きの今日の大好き。はい、それでは先週に引き続きですね、今回ご紹介するコーナーこちらですね、沖縄大好きの今日の大好き。このコーナーでは、私沖縄大好きが紹介したい作品やキャラクターなどなど楽しく熱く紹介するコーナーとなっております。先週は母の日にちなんでウルターの母についてご紹介させていただきました。そして今週ご紹介するのはこの方です。声優の青山渚さんです。はい、ということで、さあ今 BGM にですね、迷宮参加という楽曲が流れておりますが、この方はですね、アニメの声優さんということで、まず僕の方から紹介させていただきます。青山渚さん、まあ、みんなからはなぎちゃんという愛称でも呼ばれております。1998年の5月16日生まれ、なのでちょうど放送過ぎてるんで、放送の前からですね、もう誕生日を迎えられております。なぎちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、所属事務所はアポロベイという声優さんたちの、まあ、事務所になってますね。実はこの方ですね、ラブライブスーパースターリエラの葉月蓮役で声優デビューをされております。あの、以前はですね、あの、一般のまあ大学生として学校生活を送ってたんですが、会うことをきっかけにミュージカルや、それからアカペラなどですね、あの、興味を惹かれまして、そこから、いとこの
皆さんとですね、なぎちゃんのいとこのご影響もあってラブライブに興味があり、そこからラブライブの一般公募オーディションに参加、そして見事合格し、リエラのメンバー葉月蓮役でデビューしています。趣味がですね、ミュージカル鑑賞ということで、それか他にも小鳥に戯れることと書いてありますね。なんかいいですね、優雅で。優雅ですね、うん。そして特技はクラシックバレエということで、様々なちょっと出演歴も簡単にご紹介しますと、先ほど言った、ラブライブスーパースターリエラ葉月蓮役はもちろん、今放送中のですね、朝の情報番組目覚ましテレビの今時の、今時ガールとしても出演。そして毎週火曜日夜9時からですね、こちら東京 FM さんで放送されているラブライブスーパースターのラジオ番組 What the Wonderful Radio のレギュラーメンバーとして、嵐千里役の声優三崎奈子さんとも、活動されていました。そしてこちら文化放送超 A&G プラス青山なぎさの迷わずなぎさの番組を担当、そしてニコニコ生放送では青山なぎさの勝手に芋協会という番組を配信しています。あのなぎちゃんですね、さつまいもが好きということでこのタイトルから来てるそうなんですよ。なので実際目覚ましテレビさんでもこのさつまいもに関することがご紹介されまして、実際なぎちゃんがあのロケに行ってあの食レポもされてるんですけど、その食レポが面白くて、あの声優さんならではのそのちょっと劇場風なそのミュージカル風なその演技をちょっと見せてくれたりと、あのすごくちょっと朝にはあの華やかといいますか、その元気になるような面白いコーナーもあの設けられていました。さすが声優さんならではですね、ミュージカルとかそういったのあの活動もされていたということで、あのご紹介されてるんですが、実際この方ですね、ちょっとこれ雑誌なんですが、そうなんです、ヤングジャンプでも実はソロの表紙を飾りまして、とても可愛らしい方なんですけど、はい、彼女にしたい声優ナンバーワンって書いてあります。そうなんですよ。確かにめっちゃ可愛いって書いてあって、可愛いですよ。で今あのラブライブスーパースターにデビューした年がその22歳なんですけど、はい、あのもともとちょっと年齢制限の関係もあって、うん、あのなぎちゃんこの最後の、ま、挑戦ということでラブライブのオーディションを受けたんですよ。でその写真をステッカーにしたものなんですけど、わーすごい、めっちゃ可愛いですよ。可愛いステッカー。多分皆さん目覚ましテレビであの見たことある方いらっしゃると思うので、ぜひちょっと、はい、青山なぎさとチェックしていただけたと思います。すごく可愛いですよ。ね、この可愛さちょっと見てほしい。もう可愛いし、でもなんかちょっと面白いですね。あの彼女のその演技力というか、ちょっとユーモアのあるところもあるので、うん、あのラブライブスーパースターもあのラジオも YouTube で配信されていますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。はい、ということで今回ご紹介したのは声優の青山なぎささんについてご紹介いたしました。はい、それではエンディングの時間と、エンディングの時間がやってきました。早いですね、本当に30分物足りないかもしれないですね、これはね。皆さん1時間にもしかしたら頑張ってちょっと1時間に上がりたいですね、これは。でも本当にあのたくさんのメール来てて、まあ、皆さんそれぞれに大好きが、もうツイキャスもいっぱい来てまして、ダンサーズさんですね、大好きな食べ物、お刺身、甘いもの全般、沖縄へお邪魔した時もお刺身をいただいてますよということで、ありがとうございます。そうなんですね、いいですよねお刺身 ね、あの本当に美味しいですよね。もうそれから武蔵さんも目覚ましテレビの今時はよく視聴していますということで、もうぜひあのなぎちゃん、青山なぎさちゃんの方もぜひチェックしていただけたらと思います。時間が早く感じます。そうなんですよ、本当に30分っていう枠ですので、いつかちょっとまた頑張って1時間まで持っていけたらなと思ってますので、皆さんこれからも変わらず応援していただけたらと思います。そしてごめんなさい、ひふみさん、神がかり、ああ、そのつもりは言ったらないですけどね。そういうつもりではないんですけど。感じが。ご本人自覚 してるのかな。いや、違うんですよ。これ愛なんですよ、愛。あの、これひふみさんへの愛なんですよ、これは。愛が詰まった。愛が詰まっての神がかってるってことなんですよ。ということで、はい、じゃあ、今回は2週分ということで、あの次あかりんさんとお会いできるのが5月の後半になりますね、皆さん。なので、5月の25日放送の時にですね、あかりんさんの声が聞けると思いますので、ぜひ皆さん、来週も聞いていただけると嬉しいです。そして、2週続いて、ミキさんに入ってくれたまなみんさん、ありがとうございました。でまたもしかしたらちょっとスケジュールの関係でスタッフさんがあの変わることもありますので、ぜひ皆さんあの番組をですね、温かい耳で聞いていただけたらと思います。それでは、じゃあ皆さん、
素敵な夜をお過ごしください。この後も 79.7MHz FM ギナーの番組をお楽しみください。お相手は私、沖縄大好きと FM ギナーのまなみでした。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。やばい、あっという間でしたね。収録も早く感じます。早いですね。なんかところどころ感じちゃったけど、いやいや、まあ、でも大丈夫ですよ。コメントもめっちゃ来て、すごいありがたいことに、皆さんね、聞いてくれ、嬉しいですね。生放送もやってる、ね、時にやっぱ同時視聴してくれてですね、ヤンポーさん、片平なぎさな知っているけど、あ、めっちゃ有名な人だ。めっちゃ有名な方だ。違う、でも片平なぎささんとは全く違う、もう綺麗な方ですよ。本当にもう素敵な方、素敵な方ばっかりですよね、本当に。で、武蔵さんからもアイテムいっぱい送られてますね。キャス君とケロロ軍曹のギロロのこのスタンプも送られてますね。皆さん本当にありがとうございます。来週収録はですね、ちょっとお休みなんですが、うん、次の収録ですね、だけちょっと教えたいと思います。そうですね。次の収録が2週間後ですね、5月の22日の、お昼の1時予定しています。メッセージもですね、まだ受け付けてますので、ぜひ、FM ギノアのアドレスからですね、送っていただけたらと思います。一応来月にはですね、番組用のアドレスからちょっと募集しようと思ってるので、一応完成はしてるんですけど、一応今月までは、FM ギノワン の, アドレスから送っていただけたらと思いますので、皆さんよろしくお願いします。また告知しますね。はい。じゃあ、はい。受け終わりましょうね。ちなみにこの方です。で、皆さんも見てください、ぜひ。これ今、あれですか、前に売ってたやつですか。そうなんですよ。前ですか。結構前ですね。なのでも見つけてすぐ買いました。僕もステッカーついてるって嬉しいですね。これ今年の2月ですね、販売されたやつですね。本当に可愛くてこんな感じなんですけど、ちょっと結構あるんだ。デジタル写真版とかもあるので、もし皆さんよかったらぜひチェックしてみてくださいね。はい。あ、じゃあ武蔵さんから最後に、次回の収録は5月22日水曜日なんですね。そうです。また他の番組のコメントとか、ツイッターでもしっかり告知しますので、皆さんよろしくお願いします。はい、では終わりますね。はい。